めました。うん、で、はめてみました。うん、入らない。そう、これ入んない。こんにちは、マスターピースの中瀬です。ちゅうです。今日は先週に引き続き、はい、NJS の120リアエンドと110リアエンドの違いを説明したいと思います。あ、前回の動画でなんかちょっとややこしいことがあるって言ってましたよね。そう、NJS には要するに2種類あって、はい、110エンドと120エンド、要はこの部分の幅のことですよね。そう、一般的にフロントは110だから同じだと思っている人が結構いるんだけれど、はい、実を言うとこれが一般的な、120エンド、はい、これはリア用のハブ、うん、でこっちが110、はい、ワット目は同じ、うん、まあ、うん、若干ね、このフランジ合わせるとちょっとこっちの方が太い。ああ、なるほど。こっちの方が細い、まあ5ミリぐらいね、はい、細いんだけど、大きな違いっていうのはこの軸のネジのネジ山、ネジ山、うん、こっちはもうあのいわゆる普通のネジ山ね、はい、丸いネジ山、はい、でこの110の方はこうやって回すと、あら、面が出てくる、欠けてるところがある。そう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 、お、削ってあるのかなこれ。そうそうそう、要は110用として売ってるハブなんですよね。元からこうなってるってことですね。っていうところで、ね、皆さん一緒だと思うけど、この軸の太さが、110エンドっていうのは、これはリアね、はい、フロントも1ミリずつ径がね短いのよ。めんどくさ。そう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 。でこの110エンド用のハブっていうのは、はい、世界中にあるわけじゃなく、日本の NJS の規格でしかこれがないわけ。あ、そもそもね。そう、だから110のピスト買ったから110のあのハブを使いたいっていう時に探した時に出てくるのが、うん、NJS の規格を通ってる、これが高木とか、はい、シマノ、はい、あとはグランコンペ、はい、ぐらいしか企画通ってないから、うん、その3種類ぐらいからしか選べないってことね。でしかも NJS で決まってるホール数が36ホールでないと競輪に出らんないから、ーホール数も36しかない。なるほど。っていうところに結構ね、みんなねぶち当たるのね。キングスピードはちなみに、うん、だからこれは昔の規格の、36ホールのハブを使ってるのね。110ミリエンド。そうそう。おお。ここ見たらわかるでしょ。ほら。ん？丸くなってないでしょ。あ。ここ削れてるでしょ。おお、本当だ。ほら、これと一緒でしょ。本当だ本当だ。だからこれは昔の110エンドのハブを使ってるのね。おお、そういうことか。そう。で。結構だから街の辺使う人のあとネックは、うん、チューブラーしかタイヤがないの。あ、でもこれクリンチャーですね。そうだからっていうので、あのこれリム36ホールのクリンチャー用のリムに組み直した。そう、そういうことか。そっか、 NGS はそもそもチューブラーでしか競技に出ないからね。でスキットは禁止だからね。そっかそっか。そう、でもほら街乗りに使いたいって言うんだったらね、クリンチャーの方があのタイヤのチョイスする幅もあるし、うん、長持ちするっていうんで。おっしゃる通りです。そうだからフロントは、だからこれもそうだけど、これフロントは110エンドのチューブラーなの。フロントはねそんなに消耗しないから、まあ軽くていいやっていうところで、でもリアはクリンチャーにしたいっていうところで、こういうカスタムをしないと乗れないっていうところがどうしても出てくるのね。うわ、めんどくさそう。そう、それで
一般的なこの120エンドの、うん、ハブを使いたいっていうところでこれに入れようとはするんだけれど、それがまあこれ組めました、うん、ではめてみました、うん、入らない、そう、これ入んないの要するにだって削ってないもん、そう、だからそれでこの軸を削るか、え、このエンドを、5ミリ削るか、フレームに傷はつけたくないのどっちかで、まあだからこっちを削れば120のこういう一般的なやつが入るようになるから、そしたらこっち削るか、いやでもこれは削りたくないから、こっちだけにするかっていうところがね、結構ね、ユーザーもチャリアも悩むところでね。でもあんまりやるべきではないですよね。そうだからちゃんとした、うん、ね、工具というかを使えば平行でまっすぐに削れるかな。なるほどなるほど。それおっさんの感覚ってどこまで正確よっていうところあるからね。そっか。あんまりね、やるべきことではない。なるほど。もうそこまで、うん、気合でどっちかを削るっていう判断は、ちょっと専門家に頼んだ方が良さそうですね。うん、だからビルダーに頼んだ方が絶対いいと思う。うん、そもそも、110のエンド幅に対して120のハブっていうのは、幅が太い120なわけですもんね、うん、フレームはなんかこう広げたりは必要なんですか、うん、だから要するに競輪はここにチェーン引きっていうのを入れるのね、はい、だからまあ120なんかでもエンドは120ちょうどじゃなくって123ミリ、はい、1.5 ミリずつそのチェーン引きが入るんで、厳密に言うと120エンドっていうのは123ミリあるのね。おお、なるほど。だから110エンドも、113ミリはあるはずなのね、うん、はい、3ミリちょっと多いってことですね。そうそうそう、っていうところでまあ力ずくでちょい広げれば入りそうな気がして突っ込むと入らないっていうことが出てくる。あ、じゃあ一応フレームも拡張というかその左右の幅を広げる必要はある。ある。おっていう2つの、だからあれだよね、幅広げてここ削るっていう作業が出てくるから。おお、めんどくさい。だからね、ビルダーに頼んだ方が。なるほどなるほど。でも物理的にこれ黒森鉄だからね、うん、これカーボンとかアルミでそれやったら絶対ダメだけど、うん、一応ねそれでも対応できるっていうメリットはあるから。いや、覚悟はいりますけどね。やる人はいる。悪いことばっかりだけど、うん、いいところっていうのは。いいところもあるんですか。そう、だからまあ比べないと分かんないけど、この幅が飛躍的に狭くなるのね。はい。でなおかつ使うパイプもかなり細いもの使われるから、はい、ね、俺は感じたことないけど、うん、空気抵抗が減るらしい。らしい、うん、なるほど。で、かつ軽量化に若干なる。まあ若干だよね、うん、っていうところで、いまだに現役の選手でも110エンドをオーダーする人がいる。あ、そうなんですね。昔のものに関しては、うん、例えばこういうキングスピードとか、うん、古いカラビンカとか、はい、シクローネとか三連勝っていうのはもう相当古いんで、110が、定番だった時代だから、結構あるんで、だからうちなんか店でも110エンドはまず選ばない方がいいよっていうところで、うん、110を選ぶと結構大変だけど、でも、うん、こういう昔の今はない名車であれば、うん、その辺のことも考慮して覚悟して買う価値はある。なるほどね、なるほどね、うん、でもね、往々にしてね、みんなね、分かってるやつは分かってるの、うん、
もう110だったら安い。あ、なるほど。パーツのそのいろいろが大変だから元値が安いんだ。飛躍的に安い。はい。でみんなね解読感を持って、うん、あの入札する人が多いんだけれど、うんね、そういうまあいろいろな問題も抱えるっていうこと。落とし穴があるってことか。うん、いやでも初めて NJS 買う人がね110ミリを選ぶかどうかあれですけど、うん、ピストン何台か持ってて、うん、あのパーツこのパーツたくさん持ってる人が110を選んでしまったらもういろいろ合わなくて大変っていうことですね。そうだから自分のパーツをこういろいろこれにつけたいあれにつけたいができなくなっちゃうってことだ。そうそうそう。だからもうその110のピスト専用で全部パーツをチョイスすればいいけれど、うん、それこそね台数増えてきたら、うん、あのこれつけたいとかっていうのが出てくるのよ。はい。でね本来は中ブラだから前後軽くて速いんだけれど、うん、やっぱりスキットやりだしたら、うん、やっぱりクリンチャーが欲しいとかね、うん、確かにっていう時にコンバートできないっていうジレンマがどうしても発生するんで、極力110はよっぽどのことがない限り選ばない方がいいと思います。いや、めちゃくちゃよくわかりました。これは地獄を覚悟で110を選ぶ必要がありますね。うん、っていうところでやっぱりね、ここにこのこれもキング、これもキング、これね、そう両方とも110エンドで。まあそれを覚悟して買ってるってことですね。だからこの人はそれ分かった上で、でもこのラグカットがもうたまらんっていうところで、うん、こっちなんかはだから。120エンドだから、うん、何でも OK。 なるほどね、これ前田のフレームですね、っていうところで、NJS のフレームをチョイスするときに色、うん、値段、ブランドだけじゃないっていう落とし穴があるので、はい、110より120を選んでください。はい、よくわかりました。ありがとうございました。バイバイ。